渋谷慶一郎日本の音楽家、作曲家、自身による舞台作品のプロデュースを手掛ける。東京芸術大学作曲家卒業。父は社会学者の渋谷重光。妻はモデルアーティストのマリア。2002年に音楽レーベルアタックを設立。作品は鮮明的な電子音楽作品からピアノソロ、オペラ、オーケストラ、映画音楽。 サウンドインスタレーションまで多岐にわたる。2012年、初ネミク主演による人間不在のボーカロイドオペラザ・エンドを発表。同作は2013年にパリシャトレザーで公演されて以降世界中で上演された。2018年には AI を搭載した人型アンドロイドがオーケストラを指揮しながら歌うアンドロイドオペラスケアリービューティーを発表。 2019年9月には、アルスエレクトロニカで仏教音楽、生命とエレクトロニクスによる新作、ヘビーレクイエムを披露。2020年9月、草薙剛主演、内田英治監督の映画、ミッドナイトスワンの音楽を担当。予告編は YouTube 再生再生回数が500万回を超え、映画のサウンドトラックを再構成したピアノソロアルバム。 アタック・レイニオン・ミッドナイト・スワンも大きく注目を集めている。2021年8月には新国立劇場で新作オペラ、スーパー・エンジェルスが予定されている。また、これまでに、フランスのパレド東京で、アーティストの杉本博ロボット研究者の石黒博と、パリオペラ座で、エトワールのジェレミー・ベランガールトなど数多くのコラボレーションを発表。 世界的な人工生命の研究者である池上隆史とは15年に及ぶノイズや立体音響による共同開発を行っている。作品を通して人間とテクノロジー、生と死の境界領域を問いかけている。リミックスで参加するときは DJ ジミ・ヘンドリックス,クス名義が使われることが多い。ありがとうございます。